ロバート・ワイト・ロバート・ワイトは、スコットランドの医師、植物学者である。30年以上、インドで過ごし、マドラス植物園の園長を務めた。現地の画家を使って、植物の絵を描かせ、六巻の植物図鑑、アイコンズ・プラントラム・インジア・ウリアン・タリスなどを、出版した。エディンバラの法廷外弁護士の息子として、スコットランドのイースト・ロシアンに生まれた。エディンバラ大学で学び、 下界の認可を1816年に受けた。2年間、繊維として働いた。1819年に、東インド会社の軍医助手として、インドに渡った。植物学に興味を示し、マドラスに移り、1826年に、東インド会社の博物学者の職を得た。1826年から1828年の間に、南インドで、多数の植物を採集し、 グラスゴー大学のウィリアム・ジャクソン・フッカーに送った。マドラス近郊、ベルール、サマラーコタ、ラージャムンドリーなどで集められた。現地の協力者によってコレクションを充実させた。1826年に植物園の仕事から軍医の仕事に戻されたが、タンジャーブールの植物の研究を続けた。軍医とし入ての地位も昇進した。1831年に健康を害して、 スコットランドに戻った時、3000から4000の種の10万に及ぶ標本を持ち帰った。荷物は2トンにも及んだ。標本は、グラスゴー大学の植物学教授、ジョージ・ワーカー・アーノットによって研究され、ワイトも2巻からなり、200の図版を付けた著書、スプイセリチアム・ネイル・ゲレンスを出版した。1840年から1850年の間にも、 イラストレーションズ・オブ・インディアン・ボタニーを出版し、高く評価された。ウォーカー・アーノットと共著で、プリドローマス・フロリ・パニンスレイ・インジア・エ・ウリアンタリスも執筆した。1834年にインドに戻り、軍医の仕事に戻った後、1836年にタバコや綿花などの栽培を統括する産業部門に転属した。1841年から1850年の アイダコインバトールの試験農場で働いた。ジェームズ・サワビーのイングリッシュ、ボタニー・オア・カラード・フィギュアス・オブ・ブリティッシュ・プランツに、匹敵するインドの植物の図譜を作ることに興味を持った。自宅に20人もの現地の画家を集めに図を描かせた。彼の好んだ画家、ランジャイアとゴ・ビンディは、六巻の西インドの植物図鑑の大半の図版を描いた。インド人の画家、ゴ・ビンディの名を、 ランカの俗名、ゴビンド道イヤ族に命名したのは、当時のイギリス人としては珍しいことであった。マドラス農業園芸協会を設立し、マドラス文芸科学雑誌に寄稿した。綿花の記事をガーデンズクロニクルに寄稿し、エドワード・ウォーニングのインド薬局法のために、薬用植物の効能などの情報を与えた。インドで活動する植物学者や園芸家を支援し、 ウィリアム・グリフィスが没した後のカルカッタ博物学雑誌の発行の継続を支援し、グリフィスの乾燥標本の保全に貢献した。1853年に引退してイギリスに戻った。レディング近くに家を買い、農作を始めた。最後の公職はコインバトールの綿の実験農場で働いた。4センチ角のインドの植物標本はキューガーデンに寄付された。 生涯を通じて3000以上の種について記載し、ジョセフ・ダルトン・フッカーのフローラ・オブ・インディアには40、ノくと500以上の種が新種として確認された。ホワイトは植物の学名で命名者を示す場合に、ロバート・ワイトを示すのに使われる。ありがとうございます。